走りどころは、ナスカ走りどころ族の総本。別名、吉街芋、吉街ナスビ、鬼昼草や、日本の本州から四国、九州にかけて分布する、多年草、三冠の日陰などの湿った木陰に群生する。早春に歯に包まれた新芽を出し、全長は40から50センチメートル程度に成長する。牡蠣は4月から5月、釣り金状の暗視鉱色の花を咲かせる。 夏先には、休眠状態に入るため枯れる。夏から、冬までは見ることができない典型的な春植物である。和名は、食べると錯乱して走り回ること、また、根茎がところに似ていることからつけられた。アルカロイド類のトロパンアルカロイドを、主な毒成分とする有毒植物で、前奏に毒があり、根茎と根が特に毒性が強い。中毒症状は、嘔吐、下痢、血便。 動向三大、めまい、幻覚、異常興奮などを起こし、最悪の場合には死に至る。これは、同じ、ナスカノベラドンナなどと同様の症状である。また、走りどころに触った手で目をこすると動向が開き、眩しく感じられる。走りどころのトロパンアルカロイドの成分は、エルヒオスチアミンやそのラセみたいであるアトロピン、他にノルヒオスチアミン、エルスコポラミンなどが含まれる。 これらの物質は副交換神経を麻痺させるため、戦術のような症状が起こるのである。ロートコン日本では、江戸時代にフィリップ・フランツ・フォンシー・ボルトが薬効に気づいたのが契機となり、以降ベラドンナの代用品として用いられている。中国では、東タバコと呼んでいる。専門家が、所定の用法、容量で使用すれば有用であり、成分の強い根茎と根は、 ロートコンという薬品として、日本薬局方にも収められている。ロートコンに含まれるアトロピンは、硫酸アトロピンの原料になり、ロートコンの成分を水、またはエタノールに浸出させたものは、ロートエキスと呼ばれる。なお、ロート製薬の胃腸薬、パンシロンシリーズにも、ロートエキスを含む製品があり、これが、同社の社名の由来になっているという続説がある。しかし実際は、 目薬の処方を手掛けた、当時の眼科医会の権威、井上豊太郎のドイツ留学時代の師である、ミュンヘン大学教授アウグストフォンドートムントの名前に、ちなむものであり、ロートコンが、ロート製薬の社名の由来というわけではない。早春に土から顔を出す新芽は、半根草、吹キノト大オーバギと間違えることがあり、葉は青々として食べられそうに見えるため誤食されやすい。ありがとうございます。